はい、こんばんは、ドンチャンネルです。9月13日、今日見てきた映画の感想をいきます。タイトルは魚の子。この映画、劇場でも散々トレーラーを流れていて、いわゆるっていうか、ノンさん、まあ昔能年レナさんって言われていた方が、まあ今ノンさんと名乗られて活動されてるんだけど、彼女がね、まあみんな知ってますよね。お魚くん、独特のキャラクターのお魚くんを演じる映画ってことでさ、ちょっとまあ普通に受け取ったら色物なんで魚くん男なのに、なんで女性のノンさんが演じているのよっていう風に見られがちだと僕も思っていたし、世間の人たちも多分そう見てるんだろうと思うんだけど、何もなければ見に行かなかったと思うんやけど、複数のね、まあその映画を評論する YouTube の人々がね、結構ね、これは今年の邦画ナンバーワンかもしれないみたいな評価をされてるのを聞いて、そんなにすごいの？まあ確かに僕、ノンさんの魅力とかは分かってるつもりなんやけど、まあその評判を聞いてね、まあ今日見に行くことにしたんですよ。で、木のシネマ天神さんで、まあ会員になってる人は火曜日は1000円で見れるからさ、まあ行きましょうと言ったんですよね。はい。それで、ウィキペディアに書いてあることをね、さかなクンの半生を描いた初の自叙伝、さかなクンの一行一会、毎日夢中な人生を原作とし、ミーボーが、まあ、子供時代をミーボーって言ってるんですよね。ミーボーがさかなクンに成長するまでの過程を描く。さかなクンとは性別が異なるノンを起用した理由について、監督の沖田は、性別は特に重要ではないとし、中性的な魅力もあるノンさんならこの役にも違和感なく不思議とすんなり入っていける気がしたと語っている。なお、ノン（能年レナ）とさかなクンは2013年の連続テレビ小説あまちゃんの劇中劇見つけて怖そうで共演経験があるほか、沖田も映画リボーンの応援 PV 制作の際にノンと組んで依頼となると、まあ共演経験はあるっていうことですね。でね、この映画、そのやっぱりこう監督さんがね、あちこちから言われたでしょうね。なんで男性のさかなクンを女性のノンさんが演じるんですかって。で、いきなりこう映画の冒頭に、男と女は関係ないみたいなことがね、ボンって出てくるんですよ。まあまあ、じゃあ僕たちもね、何も知りませんみたいな、もう真っ白になってね、映画の世界に入っていこうみたいな感じで僕見始めました。んで、まあ能年レナさん、まあ今ノンさんのね、ことを、まあ、僕なりにどれぐらい分かってるかというと、まあいわゆるあまちゃん NHK の朝ドラで、まあ、ブレイクした女優さんで、まあ、その後、なんか事務所とのトラブルがあったかなかったかで、能年レナっていう名前での活動ができなくなったので、今はノンさんっていう名前で活動されている女優さんで、僕が見た映画で言うと、2014年、ホットロード。これ結構ね、僕ね、確か感想動画上げてたんじゃなかったかな。CBR とかが出てきたし、ちょっとバイクに詳しい人はね、ちょっとこうくすぐられる映画だったですね。で、この世界の片隅にって、これはもう声だけの視点なんだけど、まあアニメだからさ、すごいこの映画はブレイクして、僕わざわざね、京都かな、京都で見た記憶がありますね。すごい良かった。で、2020年に見た映画星屑の街、この映画の中で、ちょっとなんか、ダサい田舎の女性が、エンターテインメントの世界で磨かれて、ね、素敵な女性に大変身みたいなところが描かれていて、この映画で僕は女優の、まあ、いわゆる女としての、女性性としてのね、ノンさんの魅力をね、すごい感じましたね。はい。
で、まあ、物語の冒頭をお魚に夢中の子供が出てくるんですね。ミーボーと言われる、いわゆるおさかなクンの子供時代でね、その子供時代を演じているこの子役の子からのんさん演じているおさかなクンにこう、あ、ミーボーか、成長したミーボーにこうバトンタッチするんだけど、全然違和感を感じないんですよね。違和感を感じない役者を、子役を持ってきてはいるんだろうけど、ああ、やっぱ上手だなと思いましたね。そこが繋がらないとやっぱ不自然になるでしょ。で、水族館でタコをじーっと見ているシーンとかがあるんですよね。で、お母さんが、怪獣、あ、違う、お魚図鑑を買ってきてあげたりしてるんですよ。確か自分もさ、子供時代、ウルトラマンとか怪獣とか夢中になってる時期があって、ウルトラ怪獣大図鑑とかをさ、買ってもらって大事に読んでたこともあるし、まあ、ウルトラマンとかゴジラに出てくる怪獣の名前とかさ、特徴を一生懸命覚えていた時期もあって、さっきのさ、シン・ウルトラマンを見ているときにね、ネロンガとかさ、ガバラとか冒頭出てくるじゃない？したらさ、あ、そうそう、ネロンガって透明怪獣で、発電所を襲って電気をガブガブって食べるときに、その姿が見えるんだよな、と、その設定はオリジナルと一緒じゃん、とかさ、ガバラ、そう、ガバラっていうのも出てきて、こんなやってこう、最初顔が隠れているけど、こんな広がって顔が見えるとかさ、一緒だ、そう、ウランが大好物なんだよな、とか、そういうことを思い出してね、俺もあの調子でさ、怪獣博士と呼ばれたりしたらよかったんじゃないのかな、とかさ、小学校低学年だったのに、怪獣っていうことに夢中になってるから、獣っていう字はさ、小学校低学年なのに漢字で書けたりしたんですよね。まあ途中でまあ当然怪獣とか仮面ライダーとかいうことからは、まあ当然興味は薄れてくるわけですよね。そんな中でも、近年さ、YouTuber のさ、オタキングの岡田斗司夫さんの語りとかを聞いていると、あのままこう、ずっとオタク世界にハマっていってたら、まあ自分もオタキングみたいになったのかなとかしらっと思ったりもするわけ。でもやっぱああいうことって、ことでさ、食べていくことってなかなか難しいんやなと思って、より実利的な方向に打を切っていくのがまあ普通の人ですよね。だから自分からするとさ、このお魚くんの成長物語を見ていてさ、で、ね、お父さんはそんなことばっかりじゃダメだって言うんだけど、お母さんはこの子はこれでいいのよって、やっぱ母、母子関係ですよね。母が、ミーボーのありようを受け入れて、この子はそれでいいのよって。で、温かく見守る、この母子関係があったから、まあ、お魚くんって、ミーボーって、ね、ずっとこういう世界に没入していけたんだなって思うし、まあ高校生になったら日本で初めてカブトガニの人工孵化に成功した高校生ということで、テレビチャンピオンに出たり、まあな、そういう子たちをなんかメディアがさ、取り上げて、そこからなんかまあ食べていけるかどうか知らないけど、お仕事が舞い込んだりして、ブレずにね、まあ、旗から見たらやっぱ変なお魚おじさんですよね。これも今となっては。まあ、そういうことをね、許容できる日本社会っていうのもまた余裕があったのかなとか思うし、人ってさ、どういう風に成長したらいいんやろうかって、その中の過程で、まあ、いろんな人間関係がありの、ね、どういう、学校に行こうかとか、どういう就職しようかとか、みんな悩むわけだけど、まあ、あそかなくんってある意味、突き抜けた人だなっていうふうに思ったりするんですよね。はい。まあ、映画としてはさ、今年の方が一にも争うかどうかっていうレベルかなっていうふうに僕は思ったけど、まあ、映画レビューのサイトとかを見ると、まあ、評価も上々だし、まあ、宣伝だけ見てね、ああ、なんか色物映画だろうと思って、見ないよりも見た方が良かった
のかなみたいな感じ。ちょっと僕的には微妙ですね。はい、ちょっとまあ僕の感想としてはそんな感じなんだけど、あ、で、あと、もう一個調べたのは、日本で博士と呼ばれるようになるにはやっぱ大学に行かない、行って、博士課程を修了しないとね、博士号は取れないから博士と呼ばれないんですね。末は博士か大臣かっていうことに関しては、ね、お魚博士って言われる公的にそういう立場に立とうと思ったら、大学院まで行かなきゃいけないんだって。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。